はい、トモイタです。今回はこちらのプラグ、 H ケースのプラグ M40IL というやつですね、をちょっと変えていきたいと思います。はい、でプラグ交換はね、はい、水平対向はめんどくさいって言われてますね。はい、でとりあえずバッテリーを外して、今こんな感じで、ちょっとここにちょっと見えにくいんですけど、こっちとこっちと、本当にその作業スペースが限られてます。でこっちも今休憩を取って、でこっちもこことここにあるんで、ちょっと変えていきます。はいはい。でね、ちょっとスペースが限られてるんで、こういう先っちょが曲がる、まあ、ユニバーサルみたいなやつを使って、とりあえずこのイグニッションをちょっと取っていきますね。ゆるいな、もう回っとる。あ、めちゃ長い。押し取れた。超長いね。はい。んで、これはもうね、取るだけ。はい。よいしょ。抜けにくいね。はい、こんな感じです。あとはプラグを取っていくんですけど、はいはい。じゃあこいつ16ミリですね。まあプラグはだいたい16なのかな。見えにくい。見えにくいんだけど、入ってるかな。よいしょ、ずれちゃったね。よいしょ。緩んだから手回しで、うん、いけるね。見えないところで作業するのってちょっと怖いよな。取れたかな。取れたね。はいはいはい。こちらがプラグですけど、結構ね、あ、ピントが合わない。先がね、これ白いってことはね、もっと番数上げないとダメだね。これ多分ちょっと熱があんまり熱い走りするとこういうことに多分なっちゃいますね。まあ次の H ケースのやつは番数を上げてるんで、数を上げてるんで、もしかしたらそれでちょうどいいかもしれないです。ここも白くなっちゃってるんで。はい。ということです。はい、こちらが一応比較ですけど、こういう感じ。なんかピントが合わないね。こういう感じです。はい、これをちょっとつけていきます。よいしょ。
ちゃんと入ってるかこれ心配なんだよな。よし、これで締めていきましょう。よし、ちょっと。合わない。よし、で締めます。どれくらいかな。ああ、これぐらいだな。よし、OK。で、あとはね、こいつをね、戻して。よいしょ。うん、感触がある。これで入ったね、多分。戻していくと穴が、よし入った。よし、でこっちが終わったんで次こっちをやっていきます。こっちめちゃくちゃ入りにくいね。回るかな。俺の大好きミニラチェットくん、こいつでこっちをアクセスしていきます。うん、これなら入るね。最強だわマジチビラチェ。よいしょ、あとはなんとか手で回るけど、硬てえな、これ。硬て。よし、これ取っていきます。まあ、ボルトが取れたんで、ちょっとこいつを外して。よいしょ。こいつも取りにくいな。なんなんだ、これ。どういう作りしてんの、本当に。本当に嫌になっちゃうわ。よし、これで、こいつを入れていくのが大変そうだね。こっちも。入るかな？お、入るかな？入ったかな？入ってんのかなこれ。入ってる？逆じゃない？これ回すの。こうだよね。お、入ってる？ここにプラグに。はい、じゃあ取れたんでこっちもちょっと刺していきます。あぶね。お、こっち。あぶ。よいしょ、入ってくれ、頼む。入ってるかな。今ね多分入ったんでちょっと本締めをしていきます。
ちゃんと回ってるかな。なんか逆になっちゃった。ほんとダメだなこいつ。ある程度硬いね。 OK よいしょ。多分 OK だね。よしで、こいつを戻していくと、よし、で、このボルトを止めていこう。なんかボルトサビサビだね、白くなっちゃって。そのうち折れちゃうんじゃない？そんなことねえか。よいしょ。で、このミニラチェットで、よし、 OK。 だ、こっちもこっち側もね、とりあえずミニラチェが入りそうだけど、あ、ちょっと長さが足りないわ。少し延長してみました。ちょうどいいかな。あ、買って、よし、まった。回ったけど、これ回っちゃったらさ、戻んないね。抜けないわ。やばいこれ。あ、抜けた。よかった。あ、やばい。ちょっと曲がっちゃったかも。よし。OK、OK。丸丸。はい。で、こいつがちょっと、こいつが邪魔だったんで、ちょっとここのボルト1本取るとこう取れて、あとホースが繋がってるだけなんで、ちょっとホースバンドを取って、これでで、結局こいつ二次エアポンプを取んないときついっぽいんで、ここのね、ここからちょっと、なかなか回ってくれない。また2箇所あるんで、ここもよし、回った。これボルト取んのきつそう。落っこちるね、これ絶対。よし、取れた。んで、あ、これでもうあれだね。ずいぶん緩いね。これでいいじゃん。これでちょっと上に持ち上げるだけでいけそうだな。ここ取れれば取っちゃいたいな。よし、抜けた。はい、で、今ちょっと二次エアポンプの周りをちょっと取ったので、あー、これカプラーが取れてるね。これまあいっか、カプラー取れてるだけ。よいしょっと。さてと、よし、神田っぽいね。お、回ってくれました。は
はい、こちらも外れました。こちらもやっぱ結構焼けちゃってますね。はい、結構容量が分かってくるとスイスイできる感じかな。お、硬くなった。よし、よいしょ。でこれで締めていくと。お、もう結構硬くなった。ここでもこんなもんかな。よいしょ、よし。じゃあこいつを戻していくと。よいしょ、刺さらん。お、ここだ。よし、入った。よし、ここが終わればあと1個ラストだ。あそこのラストが一番ちょっときつそうだね。やっぱりラスボス感出てる。で奥の方もちょっとこのミニラチェコンを使って。もう緩んだね、これで。うるせえな、入ってきた。で取っちゃいます。でこっち側なんですけど、これはねカプラー取ってこうやってついてるんですけど、こうやって1回転してこうやって抜かないと取れないんで、参考にしてください。はい、いやこっちマジできついなこれ。回るかな。よいしょ、いやきついな。お、回った。はい、で今最後のが取れました。でこちらに交換していきます。よいしょ、よし、じゃああとは、よいしょ、本締めで。よいしょ、これだと力がどんぐらい入ってるか分かりにくいな。ぐらいだな。うん、こんぐらいにしとこう。よし、あとは戻していくだけと。はい、で今入り終わったんで
こいつをつけて、あぶねー、ここがマジで一番やりにくい。ここでもネジ山だから、ちょっとでも入っちゃえば、よし。じゃあこのミニラチェでね、今止め終わりました。一応これで4つ全部プラグ交換が終わったので、でまあこのあとキャタとね、あと ECU とフラッシュエディターのフェーズ2やるので、だいぶ化けると思うんで、そちらの動画もちょっともちろん撮りますんで、一応プラグの交換はねこんな感じで以上になります。あとバッテリーと吸気戻すだけなんで、ちょっとこちらは省略しますんで、はい、ありがとうございます。はい。